はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビール。なんとこの札幌、黒ラベルがですね、なんか変わったらしいです。まあ、多分ラベルが変わったのか何なのかわかんないですけど、新しくなってたということで、購入しました。原材料名が麦芽、括弧外国製造または国内製造、括弧5%未満。と、ホップと米とコーンとスターチ。この時点で確実に変わってるよね。原材料名の時点でもう、俺初めて見たぞ、これビールで。麦芽括弧外国製造または国内製造括弧5%未満って書いてある。これビールで見たことないね、この表記。そしてこの、シールを。今までビールとか飲んでて、チューハイとか、まあ、大体ビールなんだけど、すべて、ここにあるシールをね、全部捨ててきたんですよ。で、よくよく考えると、これって、もったいないんじゃないって。最近ね、気づいて、もう何百本も、飲んできておいて、1年に多分365本以上確実に飲んでるんですよね。それでは乾杯。わってないと思うな。ああ。俺が二十歳になって初めて飲んだ生ビールがこの黒ラベルです。で、初めて飲んで、ビールって、その今までそのね、まあ、18歳とかで、第三のビールとか飲んでたんですよ。友達とかと一緒に、高校生の時に、祭りの後にね、コンビニで、高校生なんだけど、普通に、16歳ぐらいの時とか、行ってね。で、基本的に金がないんで、チューハイかもしくは、まあ、第三のビールとかになってたんですけど、だから、生ビールって未だに、二十歳になってから飲んだことなく、二十歳じゃねえや、高校生の時とかも飲んだことなくて。で、やっぱ黒ラベルのこの、一番の、うまいポイントっていうのは、全くもって苦味がないということですね。そして、麦芽100%のビールとは違って、まあ、コーンとか、ね、米とかコーンとかスターチが入ってる。これはいわゆる、スーパードライと同じ。ほとんど変わんない。コーン、米、コーン、スターチ。これはスーパードライにも言えることです。非常にビールの中で一番飲みやすいビールって何かって言われると、まあ日本人だったらこの札幌黒ラベルが一番飲みやすいんではないかと。基本的にやっぱ苦味が嫌いな人っていうのは、まあ当然ビールも嫌いですからね。まあそれと加えて、すっきりしてる。で、香りが、非常に、なんか、豊かっていうか、なんか新鮮な感じするんですよね。
これ変わったのかな？完璧な生ビールを目指す黒ラベルが夜白く美しい泡を求めて進化しました。製法にこだわり、麦芽にもこだわる。だからこそ実現したこのきめ細やかなクリーミーな泡。うまい生ビールには美しい泡がある。もう泡ないんですけどね。言うても何も変わってない感じするけどな。この缶のデザインは一切変わってないんじゃない？これ。何が変わったんだろう。少なくとも俺が飲んだ感じで、エビスとか、あれとかクソまずくなってたじゃないですか。あれとかに比べると、はるかに全くわかんない。うん。あと一番絞りとかね。一番絞りもあれ明らかに味変わったじゃないですか。今まですっごい薄い、本当にバドワイザーみたいなレベルのアメリカンラガー的なさ、とんでもない薄かったでしょ。そのくせなんか一番絞りだから濃いみたいな。だって、普通、お茶とかも絶対、はじめの一杯目が絶対一番濃いに決まってるんですよ。それなのに、実際に一番搾り飲んでみたらすっごい薄いんです。うん。でも、それは今までの話で、確かにもう2017、どんぐらいだっけ？いつ変わったんだっけあれな。2017年か2018年にあれ変わりましたからね。ラベルが変わって飲んでみたら全然違いましたもん。何が変わったんだこれ。あ、黒ラベルはね、そう、千葉工場があるんですよ、千葉に。千葉工場があるんですよね。ここちょっと行ってみたいんだよな。東京からだと多分一番近いのこの、黒ラベルの、札幌のビールの工場だよね、多分ね。他に多分近場で酒の工場って、ビールの工場。多分ないですよね。東京近郊のおすすめ、ビール工場。東京都に、嘘！東京都にサントリーの武蔵野ビール工場なんてあんの？知らなかった。マジで？初めて知ったんだけど。こんなとこあんの？いや、でもこれはいらねえわ。どうせあれだろ？ビール工場って言ったらあれだろ？サントリーのビールってことはもうプレミアムモルツ、出されてもプレミアムモルツですよ。プレミアムモルツ絶対200円以上しますからね、一つ。これだったら多分、黒ラベルだったら、180円ぐらいで売ってます。うん。絶対明らかにね、黒ラベルの方が美味しいんですよ。プレミアムモルツよか、はるかに。だから行かなくていいな、ここはな。サントリーは行かなくていいわ。キリンビールの横浜工場。神奈川県ですね。キリンビールは行ってみたいね。場所どこなんだろう。ああ。
まあ、近いっちゃ近いですね。うん。同じぐらいかな。いや。一番近いかもしれない、ここは。東京の南西あたりですね。んで、千葉県の札幌ビール。工場。まあ、ここもちょっと行ってみたいですね。え、何？コントロール。微妙だな。ほとんど同じですね。距離的には、東京駅からの考えると、ほぼほぼ一緒ぐらいですね。うん。さっきのキリンビールの、工場と。うん。で、バスとかが、バス送迎があるんで、多分、札幌ビールはあるんですよ。この千葉工場は確かある、あるはずなんです。はあ。なるほどね。ま、いわゆるこれは工場見学有料で、500円です。千葉工場札幌ビール500円で、で、他にもあって、約2時間20分の、船に乗って、船内見学と、黒ラベルツアーが一緒に楽しめます。つまりさっきのその工場にプラス、なぜか船内も見学と。で、それが値段が1000円。で、無料。無料の、歴史とか、豆知識を学べる。まあ、あれですか。で、その工場の中にも、まあ、バーみたいなのがあると。黒ラベルとエビスビールが各400円。うん。ノンアルコールビール、または、ソフトドリンクが200円。で、その他、グッズですね。黒ラベルグッズがあると。はぁ。なるほどね。うんうん。まあ、俺、船はどうでもいいわ。船はいい。船はいらないな。うん。黒ラベルツアー有料500円のやつが試飲が3杯まで。と、記念品付き。これ記念品、あれっすね。記念品欲しいっすね。グラスとか。グラスとかあったらすげえ欲しいんだけど。さっきの1000円のやつも、試飲が3杯までと記念品付きと、なってますね。まあでも黒ラベル俺個人的にはすごい、初めて飲んだ生ビールが黒ラベルなんで。で、びっくりしたのが、第3のビールに比べてはるかにうまいなっていうのは分かりました。はるかに、第3のビールに比べて、すげえなんか、
衝撃を受けた覚えはあるね。ああ、はい。工業見学。で、キリンビールの横浜工場が、あ、参加費が無料。で、試飲ができるのが生ビールのキリンの一番搾りと黒生と、ノンアルコール。お一人様は3杯まで試飲できます。なるほどね。でも無料ってのはすごいですね。もうなんか無料だとなんかあれだよな。逆に引くわ、なんか。逆になんか引いちゃうよね。いや、500円ぐらい出させてくれよみたいな感じあるよね。なんか。逆に。まあでもどちらにしろそこにアクセスっていうかそこまで行くのにまあ、電車の、ねえ、費用とかかかるけどさ。で、他にもレストランがあるみたいです。さっきと同じビールとかを売ってるそのバー的なやつがね、あると。はい。あ、すごい。ここしか売ってないやつ、ビールあるっぽいな。496。これはあれだな。まあ、いわゆる、なんだろう、地ビール的な感じなんかな。地ビールは俺どうもいいわ。俺も飲まなくていいわ、俺。もう夜な夜なエールだけ飲んでれば、もうあといいと思うわ。別に。それ以上のもの俺、今まで夜な夜なエール以上でうまかったビールは、そうだな。あれか。なんだっけな、あれ。指名ビール。違う、指名ビールちゃうな。間違えた。完全、指名ビールか。指名ビール。指名ビールの青色だっけ？青色っすね。一番うまかったのはこのどっちかですね。指名ビールのブルー。指名ブルーと、あと夜な夜なエール。どっちかだな。でも本当に指名ビールはマジうまいよね。まあ、高えんだけど、これは多分買う価値あると思いますね。指名ビールはね。ベルギービール。だから、ドイツビールってのほとんど俺飲んだことないんだよね。ベルギーなんですよ。ベルギーなんですよ。ベルギービールだったら結構飲んだことあるんですよ。ベルギーとドイツ、ねえ、すげえなんか俺の中ではほとんど似てるような感じはするんだけど、全く別物ですからね。あれ？指名ビールで俺飲んだことないやついくつかあったと思うけど。多分。青と赤と白は飲んだような気はするんですよね。忘れたけど、まあ、青と赤と白だったら、青が一番うまかったっていうのは覚えてるんで。ちょっとググりましょうかね。指名ビールね。指名ビールが。ベルギーの指名にある、スクールモン
修道院で醸造されるトラピストビールの総長で。赤がアルコール度数 7%。指名の中で最も歴史が古く、他の指名の元になったと言われている。名称はレッド、過去ルージュだが、種類はブラウンビールに当たると。はあ、俺これ飲んだっけな。指名トリプル、アルコール度数 8%、通称ホワイト。他のビールの3、4倍のホップを使用しているため、ホップの芳醇な香りが強く、味は苦味走ったキレがある。で、俺がおすすめしてる指名ブルー。アルコール度数がなんと 9%。通称ブルー。麦の豊かな香りと濃厚な苦味とコクを持っているのが特徴。色は深い、なんとか茶色。ラベルにはヴィンテージが入ってる。そう。これね。だから指名ブルーの10年熟成とかもあるんですよ。結局ね。だから、持つんですよ、これが。ものすごい持つんですよね、この指名ブルーが。だから、5年熟成とか、してるってことは、ぶっちゃけ賞味期限が、それだけあるってことなんですよ。うん。だから、すっげえ高い、5年のとかあるんですよね、ものとかね。最後に指名奴隷、アルコール度数が 4.8%。通称ブラック。指名ルージュと同じものから作られるが、スパイスを加え、軽く仕上げたものとなっている。俺、指名ビール飲んだことあったっけな。何色飲んだんだったっけな。自分の動画ちょっとググってみるか。指名ビール。指名ビールと。あ、指名ビールのレッドも飲んでて、ホワイトも飲んでて、ブルーも飲んでる。あと飲んでないのはブラックだけだ。ちなみにブルーが5つ星ですね。で、ホワイトが、ホワイトは3つ星です。レッドが4つ星ですね。まあ、でも、まあ、ブラックはちょっと飲んだことない。今度飲みたいですね。あそこで買ってくるか。居酒屋ね、酒屋に行けば売ってるとは思うんだけど。かなりメジャーなビールだから。売ってはいると思うんだけどな。ということで、札幌ビールの千葉工場とキリンビールの、どこだっけ、神奈川工場と、あ、まだある。アサヒビールの茨城工場がある。茨城はちょっと遠いだろう。明らかに。アサヒビール。あれ？あれ、遠いって言ってもそんな遠くないな。こっちも同じみたいな、同じようなもんだ。あれだ、足立区よか、右上っすね。右上だよ、北東っすね。逆にここが一番近いんじゃないか。俺、足立区住んでるから、このパターンだと、俺、ここが一番近いわ。茨城工場。はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。あ、
これ、いいな。スーパードライとスーパードライのドライブラック。5試飲できます。ビールの試飲は20分間お一人様タンブラーで3杯までとなっております。はあ、で、一部商品はエクストラコールドで、提供してます。うわぁ、いいなぁ。うわぁ、これいいなぁ。エクストラコールドだ、いいなぁ。だからこれ一番いいのはあれだよね。スーパードライのさ、いわゆるさ、なんだっけ。出荷が、なんか3日以内とかなんとかそう言うてるでしょ。ここの工場で飲めんだからな。もうだから出荷0日ですよ。出来たてほやほやのやつが飲めるってことや。朝日のな、スーパードライが。やっぱなんだかんだ言ってスーパードライ一番うまいと思うな。やっぱな。まあ他の工場でも当然ほら、ね、一番のやつね、飲める。けど、まあ、やっぱあれだよね。スーパードライだけだよ。だって、工場、なんか、3日以内の製造のスーパードライ売ってるやつって。だって他のやつないもんね。ってことは、それだけやっぱり、自信持ってんだよね。だから出せば売れてんだもん、実際。実際そのさ、工場のさ、まあ、多分期間限定だけどさ、3日以内とかのやつさ、買ってみて飲んでみるけど、やっぱうまいって思うもんな。まあ、とりあえずサントリーはいかないとして、札幌キリンとアサヒは、これどっちも、どれも似たような場所があるんで、まあ、いけるといえばいけますね。朝日の工場も、あれやね、無料っぽいな。多分無料なんか。値段かい、あ、参加費無料ですね。予約制。だって。で、あとギフトショップがあるし、うわ、いいな、これ。お、庭園なんであるぞ。日本庭園的なやつあるわ。うわぁ、これもいいなぁ。まあ、ほんとは、ね、日華ウイスキーの余市とかさ、まあ、宮城郷はいらねえや。余市が北海道だからな。ほんとだったら日華ウイスキーの蒸留所行きてんすよ。ただ北海道だからね。でも、夜市行きたいなぁ。夜市行きてぇなぁ。まあ、言うても俺北海道一回も行ったことねえからなぁ。行ってみたいけど、あ、見学料無料だって、余市工場。うわぁ。うわぁ。で、絶対ここにしか売ってないやつあるんだって、あれ。余市の。余市のその工場でしか売ってないウイスキーとかあるんすよ。絶対。確実に。どっか書いてねえかな。書いてねえな。日華会館レストラン樽。バーですね、多分これ。
こんなとこあるんだ。ええー。竹鶴ピアモルトン17年の S。750円。あ、シングルね。ショットか。うわ、竹鶴17年とか俺飲んだことねえや。竹鶴俺一番、何飲んだっけ ?12 年ぐらいしか飲んだことないの。すげえうまかったけど。竹鶴ピアモルトン21年、ショット。1300円。シングルか。ごめん。ショットじゃない。シングルだ。シングルモルトウイスキーの余市12年が、うわ。アルコール度数 55% だって、うひぇ余市の12年って 55% もあるのこれ。マジで？あ、違うよな、やっぱな。そんなわけねえと思った。多分結局、あれっすよ。普通に買うと、そこら辺で売ってる、あれだと45度ぐらいですね。製造終了品のため、在庫限りの販売です。え？ 950 円？でも、ショットとか、シングルとか書いてないもんね、これね。え、どういうこと？え？シングルとか書いてないよ。これそのまま、何？フルボトルで950円ってこと？そんなバカなわけねえか。そんなバカなわけねえか。で、シングルモルト余市の2000ず、余市蒸留所限定品 57%、アルコール度 57%、850円。うわぁ。これ絶対飲みたい。2000年から2009年の原酒使用だって。うわぁ。で、あとは、シングルモルト余市のシェリー&スイート。余市蒸留所限定品、アルコール度数55%。850円。わぁ。あと他にも、シングルモルト余市の PT&ソルティ限定品、アルコール度数 55%、850円。うわぁ。で、余市のウッディ&バリニック、限定品、アルコール度数 55%、850円。そして、竹鶴ピアモルトシリーズテイスティングセット、1580円。ノンエイジ&17年&21年、各 15cc。蒸留所限定ウイスキーテイスティングセット1180円。シングルモルト余市2000ず&ブレンデッドウイスキーか、ツル。各 15cc。アルコール度数 57% のシングルモルト余市の2000。2000年から2009年の原酒。と、ブレンデッドウイスキーツルね。で、あとは日課キーモルトテイスティングセット2160円。余市蒸留所と宮城郷蒸留所の各キーモルト 15cc。 うわぁ。すごいぞ、これ。だって、15cc ってことはだよ。シングルが 30cc でしょ？それの半分ですよね。まあ、テイスティングだからな。うわぁ、いいなぁ、これ。全部55度、アルコール度数 55%。55、55、55、55、55ですよ。全部、シングルノンモルト余市、シェリー&スイートと、PT&ソルティ、ウッディ&バリニック、そして宮城郷のフルーティー&リッチ12年、そして宮城郷のモルティ&ソフティ12年。うわぁ。
絶対飲みたいわ。とんでもねえな、これ。りゅっ。だってアルコール度数 55% だよ。あれと同じようなもんよ。原酒だからね。うん。だからウイスキーっていうのはだいたい 40% なんですよ。それはなんでかっていうと、だいたい最初蒸留して、蒸留したばっかのやつはアルコール度数 70% ぐらいなんですよね。で、そっから樽で寝かして、樽で寝かせることによって、天使の分け前っていうね、揮発するんです。樽の中に入れて、その樽の中で熟成するんだけど、アルコール度数、アルコールが揮発するんですよね。水よか当然揮発しやすいですから、それによって揮発して、それでアルコール度数が 60% ぐらいになって、10% ぐらい減るんですよ。で、さらに、その、天使の分け前で多分、何割減るんだな。結局寝かせる時間が長いほど当然、揮発しますんで、10年寝かせたらもう、1割とか2割減って、30年はもう5割ぐらい減っちゃうみたいな感じなんですよね。で、60度ぐらいのやつを水で40度ぐらいまで、加水するんですよね。水を入れるんですよ。うん。だからもう最初からもうウイスキー40度とかで出てても、もう最初から加水されてる状態で出てるんで、うん。まあそういうことだよね。うわぁ！うわぁ、これ！だからこういうグラスとかもすっげえかっこいいんだよ、このグラス。テイスティンググラス。かっけえな。だから絶対このグラスとかも売ってるんですよ、100%。うわぁ、これ金あったら絶対行きたいよ、ここ。これ、行きたいわ。まあ、グラスとかは、まあ、100歩譲って多分ヤフオクとかでググれば出るんすよ。あるんすけど。だって、原酒は、アルコール度数 55% の原酒なんて、ここしか、だって、一般販売してないですからね。さあ、これは。うへぇ。味超伸びて。かあ。うわぁ、もうさっきのビールの工場なんてもう、ぶっちゃけ。どうでもよくなるよね。だってビールなんてそこら辺にスーパーに行けば売ってんだから、だって同じもんが。かぁ。でもここの蒸留所は、ここしか売ってないからね。結局。あれ？ちょっと待てよ。あら？これちょっと、待った。宮城郷の蒸留所行けば売ってるんじゃね？余市のやつも。意外と。
宮城京どこだ？あ、仙台だ。仙台近い。ここでいいんじゃねえ？ここで。余一のやつ売ってるんじゃねえ？これ。余一のやつも売ってるんじゃないの？マジで。なあ。あ！ないんかーい。うわー、騙された。飲食施設はありますかっていう Q&A で、飲食施設はございませんだって。くわー。宮城郷のはないんだ。はぁ、あ。近い。これじゃあ行く価値ないね。この宮城郷はね。マジでね。本当に行く価値ほぼないですね。ほぼ 100% ないですね。うん。あ、でも一応、ウイスキーテイスティングセミナーなんてあるよ。完全予約制。お一人様1000円。シングルモルト宮城郷とタイプ別モルトウイスキー3種類とカフェグレーンウイスキー1種類。各5種類です。計、10ml。別に宮城郷は俺好きじゃねえかいいよ。ダメだこれ。ナッシングです。宮城郷は行く価値なし。やっぱ余市だな、行くとしたらな。いや、だからさ、そう。あるんですよ、余市、ほら。これ。昔、実家から、こっちに、東京に引っ越すときに、腐るほど、ウイスキーとか酒がめちゃくちゃ瓶が、まだ飲み終えてないこの、ね、やつが、いっぱいあったから全部持ってきたんだけど、今それが全部、上のね、この、テラスじゃないや、なんだ。なんて言うんだっけ、この2階、2階じゃないけど、ね。そこに全部、段ボール箱の中に全部入ってて、久々に開けてみたら、うわぁ、これ余市じゃんって。500cc の余市売って、まだ残ってたわーと思って。これがだから当時、これ 500cc なんですけど、アルコール度数 43% で、値段がね、確かね、どうだったかな ?1300 円か1200円くらいだじゃないかな多分。ちょっとそこら辺、ググってくれると、わかると思うんですけど。だからこれ、またちょっとね、今度飲みますよ。うん、でもやっぱり、余市蒸留所じゃないと売ってない、その、原酒を飲めるっていうのは、凄まじい、思い出になるでしょうね。思い出にね。間違いなく。あ、つうか、もしかして。そっか。今もうシングルモルト余市、もうノンエイジしか売ってなくなったんだ、これ。アルコール度数 45% の。だからノンエイジだからこれっすよ。これだってノンエイジだよ。これノンエイジだもんね。だって。アルコール度数がちょっと違うのか。ちょっとこっちの方がそっちの方が濃いやつ。濃いっつうかその、加水が甘いパターンね。それで4200円ですからね。700ml 45度でノンエイジ余市が、4200円。
まあでもこれでもあれだよ。山崎に比べたら、みたいなもんだよ。山崎もノンエイジであれ8000円するからね。8000円超えるからね。それに比べれば、比べればよっぽどマシっすよ。ああ、そっかそっか。だから現在、日華ウイスキーの中だと、エイジー年数何年かってやつは、竹鶴だけですね。竹鶴ピュアモルト。これが、ラインナップで、最高は25年。で、その次に21年、17年、ノンエイジ。ちなみにノンエイジが値段が3000円です。まあ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 。うん。まあ俺も確かこれ前飲んだ気がするけど、対して、まあ3000円の価値あるかって言われると多分そんなにないと思いますね。ちなみに、この竹鶴25年のピュアモルトがなんと、アルコール度数 43% で7万円です。くぅ。くぅってやがる。で、竹鶴17年のピュアモルトが、アルコール度数 43% で7000円。まあ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 。まあ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 って感じですね。で、竹鶴21年のピュアモルトが、アルコール度数 43% で1万5000円。まあまあまあ。だから、いかにこの、あれだよね。サントリーの山崎というのが、いかに、凄まじいかわかるよね。バカげてる。ただ、竹鶴17年が、17年ですよ。表記17年で、希望商売価格、定価が7000円なんだもん。サントリーの山崎は8000円超えてますからね、定価。しかもノンエイジで。つまり4年未満です。確定で4年未満ですね。もう、ウイスキーの寝かせる法律なんて1ミリもないから、日本には。スコットランド、スコッチウイスキーみたいに、最低でも4年寝かせないとウイスキーと呼べませんとか。そんな法律ないんで、ノンエイジってことは、まあ、確定で3年以下です。でも、竹鶴ピュアモルトは17年ですから、ね。まあ、間違いなく17年以上熟成したピュアモルト。うん。もうだから、もうレベルが違うよね。多分3年ぐらいなんだよ、あれ。山崎。3年と17年の違いだからね。ワインとかでもそうだけど、何年寝かせるかって、すげえやっぱ重要なんですよね。で、さらに言うと、さっき言ったけど、天使の分け前っつって、どんどん、熟成樽の中に入れてる状態を、保持すると、どんどん減っていくんですよ。揮発していくんで、その分を、絶対上乗せされて、だから1年プラス、その1年の熟成期間を値段にした、プラスさらに減った分の、値段が加算されてるってことなんですよ。だからいかにその1年っていうのが、とても、重いかっていうことです。だからワインとかも100年とか、ね、100年ものとか言うじゃないですか。でもウイスキーで100年ものってないんです、やっぱり。なんでないかっていうと、全部揮発するからです。なぜウイスキーが、100年ものがないって。だって全部揮発するんだもん。100年経ったら 100% ね、なくなりますからね。うん。まあ間違いないですね。100% なくなります。ワインは、あれ、だって、アルコール度数15度ぐらいでしょ。で、それに比べて、ウイスキー70度ですからね。全部消えます。全部、消滅します。自分で全部揮発します。だからアルコール度数が全部揮発して、最終的に、残ったとしても多分アルコール度数0度です。
だから、ウイスキーっつうのは、100年のウイスキーってないんです。で、しかも瓶の中で熟成しないんです。ワインはね、熟成するんですよ。だから、100円ショップとかで、ね、ワイン買ったとするじゃん、100円で。それを100年間寝かせとけば、確実に熟成してうまくなってるんです。で、未開封だったら当然、賞味期限とかも関係ないわけで。瓶の中で熟成するのがワインなんですよ。だからどんな安いワインでも、1年間熟成させ、ほっとけば、熟成するんですよ。だからうまくなるんですよ。でも、それはあくまでも、ワインっていうのが醸造酒だからですね。うん。で、なぜウイスキーは瓶の中で熟成しないかって。これ蒸留酒だからなんです。蒸留酒っていうのは、その名の通り、何度も何度も、水分だけを飛ばして、何度も何度も蒸留して、で、アルコール度数が非常に高くなってる。で、おまけに、樽に寝かせないと、そもそもその樽の、木とかの香りが移らない上に色も移らない。だから、出来たてのウイスキーは全部透明なんですよ。で、それを初めて樽に入れて、樽の、内側を、焼くんですよね。フロムザバレルの、樽の中の外側、じゃない、内側か。内側バーナーみたいなので、ね、ブワーって燃やすんですよ。で、燃やして、炭に、内側だけ炭になってる状態で、その中に入れるんです。その透明なね、蒸留酒を。まあだからほとんどウォッカです。原材料的にはウォッカと同じようなもんです。穀物。大麦とか麦とか、コーンとか、穀物ですよね。それを、炭化してる、木の、樽の中に入れられて、その炭に、まあ、炭とのなんかあれだよね。なんか兼ね合いがあるんだよね。うん。だからただの樽じゃないんですよね。焼いた樽なんですよ。内側の部分だけ焼いて、炭になってる状態で、ところに入れると、まあ、樽の風味みたいなのが、まあ、当然こう、出てくる。だから樽っていうのが存在しないんで、これ瓶の中に。瓶の中に1ミリも樽なんて存在しない。それなのに、バカな、奴らは、ね、こう言うんですよ。ヤフオクとかで、10年ものとか言って売ってるんですよ。10年前のウイスキー。ね。まあ、それ以外でもブランデーとか。ね。ブランデーとかも蒸留酒ですよ。蒸留酒なのにね。ワインと同じで、にわかがね。ワインと同じだから、熟成するだろうって。うん。無知っていうのはいかに愚かなことかと。そんで、まあ、10倍ぐらいの値段で売ってるんですよね。レアとか、希少価値があるとか、10年ものとか、意味不明なこと言って。んで、バカが買うんです。1ミリも熟成もしてない上に、さらに、紫外線だとか、日光だとか、蛍光灯によって、これ、さらされてるでしょ確実に劣化してるんですよ。うん。だから、本来は、劣化を防ぐために、こういう缶とか、もしくは、お酒でも、まあ、こういった茶色の、とか、ね。まあそういった、まあビールとか特に、劣化が激しいものは。うん。だから、
本当に紫外線だけじゃないんですよ。蛍光灯にさらされてるだけでも、透明だったら確実に、酒自体にダメージが来るんです。それによって、全然、やっぱ変わるんですよ。うん。っていうね。あと、俺が前話しましたけど、今この状態じゃん。でも最初これぐらいあったわけじゃん。で、こんぐらいしか、隙間がないわけですよ。で、最初に初めて回線して、飲むときっていうのは、この部分だけしか、揮発してないんですよね。香りが。だけど、飲むにつれてって、今この状況で、ここの部分だけも、全部こう空洞ですよね。ここに揮発してるんですよ、香りが。で、こう毎日毎日ちょっとずつこう開けて、また新しい空気が入ってくるでしょ？で、またそこで揮発して、香りが飛ぶわけですよ。だから、バーとかだと、まあ、ね、一日でほら消費できるんだったらいいんだけど、長年こう全然減らないっていう、ね、ウイスキーとかあったりして、この状態でずっと残ってたりすると、絶対揮発してて、明らかにまずいんですよ。だからウイスキーは海鮮一発目が一番うまいんです。あとは、4リッターのウイスキーのペットボトル。あれもこの揮発が原因で香りが風味が全部飛ぶんで、俺が前やってたのがハイニッカ。ハイニッカの4リッターの昔売ってましたから、あれの、あれを買って、全部小瓶に分けるんですよ。ハイニッカの普通の 700cc の瓶をババババババって並べて、全部こうバーって小瓶に分けて、ね、閉めて。だから、その4リッターのペットボトルとかだと、めちゃくちゃ、空いてるじゃん。飲んでいくうちにどんどん空いてって。その空気の部分にどんどん揮発してって、風味がどんどん減ってくるんです。だから、昔いたもんね。2チャンネルの、安ウイスキースレで、そういうの書き込み見てさ、あ、なるほどと思って、俺もそれやってましたからね。うん。あ、全然違うね、味がね。だから、ウイスキーとかまあ、もう何でもそうだけど、香りっていうのはかなり重要なんですよ。うん。だから逆に鼻なんてつまんで、目つぶって飲んだらなんだかわかんねえの。牛乳だって鼻と目つぶって飲んだらお前、水と変わらんで。だからそんだけ味覚と、視覚っていうのは、味覚じゃない、嗅覚と視覚っていうのは味覚よりも下手したら重要なんです。ということで、余市工場行きてえなー、マジで。今度飛行機で行ってこようかな。ちょうどいい、ちょうどいいのか。まあ、春、夏あたりは、ちょうどいいんじゃない？避暑地で。避暑地でもねえのか。避暑地でもねえな。あれでも、だって、北海道って一番かわいそうな土地だと思うよね。だって夏はクソ暑いんだぜ。あれ35度とか40度行くんだぜ。冬はものすごい寒いんだ。マイナス20度とか30度とか行くんです。しかもめちゃくちゃ雪降るでしょ。とんでもないですね。だから あそこに住んでる人は本当になんて言うんだろうな。仙人みたいなもんですね。あそこに住んでる人。千人でしょうね。うん、香りはいいですよ。これ美味しいですよ。ただ、新って書いてあるけど、ぶっちゃけ個人的にはわかんない。味は多分、変わった、かどうかって言われると別に全然わかんないです。2344です。ご視聴ありがとうございました。